おはようございます。テイクです。さあ、いよいよこの日がやってまいりました。ここは静岡県、菊川市の菊川駅から、御前崎市の安金丹浜岡まで、徒歩で行ってみようです。今日はですね、2010年の10月3日土曜日の、9時55分です。前回の茨城県のユニローズ墨崎同様に、こちらの万歩計を使って一体何歩かかるかも調べたいと思います。今ここちょうど駅前にはですね、なんとこんなオブジェクトがあります。で、これ何ですかね。次世代、あ、いいじゃないですか。これ、この新しい伝説を今日作り出すっていうことで、この次の世代に渡っていけばなぁなんて、思っております。まあこんな感じですが、いよいよ出発したいと思います。ではまた。はい、どうもテイクです。まだ出発してたった10分程度しか経ってないんですけども、ちょっといいものを見つけたので一応撮影します。扉を開ければほらそこに明るい未来。どうでもいいですね。終了。はい、どうもテイクです。見てください、雨来ました。雨、もうやる気なくすわこんなん。今ですね、11時の15分ちょっと過ぎたところなんですけども、ここはまあどこなんですかね。全然どこ歩ってんだかよく分かんなくて、とりあえずまあ菊川沿いを歩ってここまで来ました。ここから引き返すつもりはありません。まだまだ続きますので、ではまた。はい、どうもテイクです。今は、見えますか、12時45分です。こちらの方でちょっとお昼休憩をいたしまして、見てください、またこのずっと田んぼのターン、ユニローズ以来のこのずっと田んぼのターンの景色をまだこれから歩いていきたいと思います。まあ、地図を確認したところによるとあと5キロはあるみたいなので、まあ予定通り3時頃には着くんじゃないかなとは思います。それではまた。はい、どうもテイクです。ついに来ました。ただいま15時安金丹浜岡、ついに到着です。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。中で待ってる、ゲストがいる、スペシャルゲストがいるので、その人に今からお会いしたいと思います。それではまた。あ、その前に今の時点で、27,529歩となりました。それではまた。はい、おはようございます。テイクです。今ですね、朝の、4時55分です。ここはですね、安金丹浜岡から、ちょっと徒歩20分ぐらい離れたところのネカフェでございます。見てください、昨日の雨は一体どこに行ったんでしょう。もう今はすっかり晴れてます。さて、ここからまた、菊川駅の方まで歩って帰りたいと思います。また、万歩計の方はゼロに戻して、菊川駅まで一体何歩かかるか、これも見てみたいと思います。以上です。ではでは。はい、どうもテイクです。今ですね、菊川まであと8キロっていうところで、休憩しております。今6時40分です。周りがこんな感じで、全く何もありません。コンビニ一つありません。というところで、今どこにいるかもさっぱり分かりません。まあまだまだこんな感じで続きます。ではまた。はい、どうもテイクです。今ですね、8時45分になろうとしてますが、ようやく戻ってきました。やっぱり4時間、だいたい4時間はかかります。で、今ですが、見てください。16,063歩しか歩いてません。あれ、なんで昨日より少ないんでしょう。なんでかな。まあこんな感じになりました。そうですね、やっぱり昨日はあいにく天気には恵まれず、大雨、強風、大変でした。もう諦めそうにもなりましたが、なんとか、安金田浜岡に到着することもできました。多分もう今後こんなことは一切やらないと思います。いろいろありがとうございました。それではさようなら。その先にあるスタート目指せカナダへ走ってゆけ傷だらけでもこの世界の未来は今君の手に